残り3つは最近の小泉京子について聞いてみよう。衣装そうですね、私の16歳の時のピンクと緑と黄色の、ね、衣装がすごく印象的なんですけどね。あの衣装ってね、暗いとこで見ると光るんですよね。蛍光カラーを使ってるんでね、それがもう気持ち悪くてね、印象的なんですけど、あんまり好きじゃないんですけどね。でも衣装なんて初めてだったからね、嬉しくてね、みんなより早く着替えちゃったりとかしてね。で今でも新しいのができてきたりするとウキウキしちゃったりするんだけど、ステージで割とこうフリフリレースの派手なね、ブリブリした可愛いのが多いから、その反動でね、私服が結構地味になっちゃうんですよね。で冬なんて特に黒とか紺とかそういう地味な色が多くてね、お母さんと兼用で着ちゃったりとかしてもう困ってるんですけどね。でもね、私も来年の2月でもう18歳ですからね、もうおそろそろステージなんかでも黒とかね、そういう色のドレスを着て大人っぽいバラードなんて歌ってね、イメージチェンジなんかしてみたいんですけど、きっと私がそういう姿で歌ってもみんなに笑われちゃうでしょうね。休日の過ごし方、そうですね、お休みは月に1回か2回あるんですけど、前の日にね、明日は映画を見に行こうとか買い物をしようとか、バッティングセンターに行こうとかね、いろいろ考えるんですけどね、いつも結局目が覚めるともう夕方でね、15、6時間眠っちゃって、もう顔はカメレオンみたいになってるしね、髪の毛はくちゃくちゃだし、しょうがないから近くのスーパーに行って夕ご飯のお買い物をして、夕ご飯の支度をして食べて、テレビを見て、お風呂に入って、友達と電話して、それで寝ちゃうっていうパターンが多いんですけど、この前ね、お休みの日に厚木の実家に帰ってね、お母さんと一緒に厚木のデパートなんてお買い物してね、やっぱり厚木とかだと知り合いが多いんでね、恥ずかしいからサングラスなんてお母さんの借りてかけて行ったんですけど、やっぱり友達には分かっちゃってね、でも一緒に友達とお茶とか飲んですごく楽しかったですね。やっぱりお休みの日は家族と一緒にとか友達に会ったりとか、そういうことしてる方が買い物とか映画を見に行くよりも気が落ち着いていいみたいですね。いよいよ最後に結婚来ましたね。そうですね、最近写真の撮影なんかでハワイとかガムとかそういうとこに行く機会が多いんですけどもね、もう飛行機の中からどこからもう新婚さんだらけなんですよね。もううちょうちょしてるんですよね。もうそれが嫌でね、ペアルックなんて着ちゃってね、上から下まで全部揃えちゃって、サンダルまで、もう嫌ですね、悔しいですね。あとね、私エレベーター待ってたんですよ。でエレベーターが開いた瞬間に新婚さんが2人で乗っててね、あくまではイチャイチャこうねべったりしてたのにね、私たち見た瞬間にねパッと離れちゃってね、わざとらしくね、もうあれは見せつけっていうか、もう悔しかったですね。あとね、よく結婚っていうと中学校の頃にデパートの家具売り場とかに行ってね、そこで綺麗な家具とか素敵な家具がいっぱいあるでしょ。だからイメージがすごく膨らんじゃって、キッチンにはこのテーブルを置いてとか、この色の絨毯を引いてとか、スリッパまで選んじゃったりとかしてね。それ友達に話したら、友達もそういうことをしたとか言って安心したんですけどね。でも女の子って割と結婚っていうと旦那様像よりもお家とか家具とかね、そういうことに憧れちゃったりするんでしょうね。でも最近うちの姉が結婚してね、なんかすごく身近に感じるようになって、だから
理想の旦那様像っていうのが私にもだんだんできてきましてね、まずね、頭が良くてね、物知りな人がいいですね、お父さんみたいに。あと子供が大好きで、子供とか動物とかすごい可愛がる人がいいですね。あとね、そうですね、旅行とか遊びとか、そういういろんなとこに連れてってくれる人がいいですね。私割と勝ち気だから結婚とかできないとか晩婚型とか言われるんですけども、きっと晩婚型だから今からゆっくり花嫁修行をして、幸せな結婚したいですね。雨が好きです。煙るような雨が窓越しに見ていると街が沈んでいくような気がして、一人ぼっちで部屋にいます。朝が好きです。少し冷たい朝が、透明な光の中に妖精たちの姫事が生まれるような気がして、神秘を覗いています。あなたなんか嫌いです。目の前のあなたなんか二人でいても何にも言ってくれなくて、駆け足で過ぎていく時間が悔しい。私は夜のハイウェイに行き交う車、一方通行であなたとは触れ合わない。中央分離帯を飛び越えてきてください。私はいつも待っています。そばを通り過ぎようとするあなたを横目で見ながら。